きます。日程に基づきまして市政事務に対する一般質問を続けます。それでは15番政党議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。15番政党議員。おはようございます。一般質問最終日、トップバッターの政党でございます。今日の佐賀新聞にはですね、楼門のすす払いの済んだということで、正月準備ができましたという記事も載っておりました。そういうことで、今議会が終わりますと、もうすぐ正月がやってきます。そういうことで一生懸命頑張って質問を始めたいと思います。私の今回の質問は、まずですね、1番目に医療ケアが必要な子どもの対応について、この医療ケアというのは、医療行為をですね、保育園等で、やっていくとか、家庭でやっていくとか、そういうことの、必要な子どもさんに対しての対応についてお尋ねをしていきたいと思っております。それから刺繍疾患検診ですね、これはもうご存知の通り、この刺繍疾患の刺繍病等のですね、疾患に対する検診をして、2080の推進をしましょうと、8020か、すみません、8020の推進をしましょうということでございます。それから最後にですね、お年寄りの生きがい作りについて、これは、通告ではですね、農村公園と書いております。ちょうど山内町ではついつい地域の公園を農村公園と言いますので農村公園と書いておりましたが、これはですね、今タイトルで書いております通り、公園広場ですね、農村公園も含むと公園広場のトイレについてちょっとお尋ねをしたい。また2番目に各高齢者の方が行っておられるですね、いろんな取り組み、これに対しての支援についてですね、ちょっとお尋ねをしていきたいということで思っております。それでは1番目の医療ケアが必要な、子ども、医療的ケア児といいますけれども、この方の対応についてお尋ねをしていきたいと思います。現在ですね、医療の飛躍的な発達に伴い新生児を含め、助かる命が増えるとともに医療的ケアを行うことによりですね、日常的な生命の維持改善がなされ、大変失礼しました、大変ではあるものの、病院に入院することなくですね、在宅で生活ができる方が増えてこられたわけでございます。大体全国でですね、0歳から19歳までの医療的ケア児の方はですね、平成17年から平成27年までの10年間で、9400人おられた方がですね、現在、27年で、10年後の27年ではですね、1万7000人と約2倍に増加されております。こんなことからですね、医療的ケアがですね、必要な子どもさんの支援に関し、昨年の5月成立して6月3日に公布された児童福祉法の一部改正がなされております。この改正はですね、どのような改正がなされたのか、改正のポイントをまずお示しください。子ども教育部長。おはようございます。おはようございます。モニターをお願いします。医療的ケアが必要な児童の支援に関し児童福祉法の一部を改正する法律が昨年6月から施行をされております。改正の内容につきましては、新たに児童福祉法第56条の6に第2項が追加され、人工呼吸器を装着または痰の吸引や導尿などの医療的ケアが必要な障害児の方が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、保育等の支援を受けられるよう、地方公共団体に対し関係機関と連携した必要な対応、
必要な措置を講じることとする医療的ケア児童の受け入れの推進に係る規定が努力義務として明記をされたものであります。以上です。はい、議長15番。15番政党議員。今改正のポイントをですね、説明いただきました。そういうことでですね、こういう医療ケアが必要な、この医療的ケアというのは、ケアというのはですね、皆さん、ご存知と思いますけれども、お世話す、世話するという意味があってですね、医療的行為を行うっていうことですね、医療的ケアを家庭で行って、そういう命を守っていくということでございます。こういうこの医療ケアにはですね、単の吸引や経管栄養、医療とかそういうふうなことですね、それから導入などがあるわけでございますが、現在ですね、このように特殊なことをやって、医療をやっておられるですね、医療的ケアが必要なお子さんがいらっしゃるのかいらっしゃらないのかですね、市で把握されているのかお尋ねをしたいと思います。松尾子ども教育部長。はい、医療的ケアが必要とされる児童数について、正式には把握はできておりません。ただし相談等を受けたケース等から市内で数名程度ではないかというふうに認識をいたしております。議長15番。15番政党議員。はい、今答弁いただきましたけれども、やはり数名の方がいらっしゃるようでございます。このですね、医療ケアをしながらですね、お子さんが生まれながらにしてそういうような状態とか、途中でそういうふうになったとかですね、いろいろなケースはあると思いますが、こういうことが方が成長されてですね、保育園の入園時期とかですね、小学校に上がるとか、していかれるわけですね。そういうような中でですね、やっぱり保護者の方もそのお子さんをですね、やはり皆地域の皆さんと同じような保育園になりたいとか、また自分はどうしても仕事に疲れに行かないとかですね、そういうことでどうしてもそのお子さんをいつも見取っていく、見るわけにはいかないから保育園にお願いしたい、預けたいというようなことでですね、相談されると思うわけですね。そういうことで、今相談件数もあったということでございますが、市の方でですね、そういうような相談が、あった場合でした、どのような対応をされているのかですね、今までそういう例があってどういう対応をされたのか、また何ですかね、今後どういうふうに思っておられるのか、対策をですね、お尋ねをしたいと思います。松尾子ども教育部長。はい、現在医療ケアが必要な児童の方が、保育施設への入園を希望される場合は、保護者から直接保育施設に入園の相談をされているケースが多く、その際施設の方から市の方に相談があることもありますけれども、最終的な受け入れの判断については施設の方でなされているという状況であります。今後も、いや、あとですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。議長15番政党議員。はい、この質問をなんで取り上げたかと言いますとですね、ある医療現場の方からですね、武雄市はこの医療的ケア児のことについてですね、相談等はどうなっているのかと
ということでですね、相談があったことから始まってですね、まあちょっとこの質問の前にもちょっとお尋ねしたところもありますけども、まあこの方がおっしゃるにはですね、やはりそういう保育園に進めるため、まだ保育園が協力していただくためにはですね、やはり保護者、それからお子さんの主治医、それを受け入れをしていただく保育園ですね、まあその保育園には当然看護師さんがいらっしゃらないではいけないわけですが、そういうふうにしてそういう話し合いの場を作ってですね、調整を行う、まあコーディネーターですね、まあ普通介護等でいうと介護ケアマネージャーですか、そういう方、まあ病院等ではソーシャルワーカーとかいう方でですね、そういう相談の調整をしていただく方がこういられるわけ、おられるわけですね。そういう方がこういらっしゃるとですね、そういう、まあ、役所ならもう役所が一番いいということでですね、そういう方がいらっしゃるとですね、相談が行きやすいということで、今回その方もですね、そういう相談を行くときにどっき行ってよかろうかというようなことで、親御さんの方がですね、こうそこで相談されたということなんですよね。そういうことからの話で私の方に相談があったわけで、ございます。まあそういうことで今法改正のポイントの中にもですね、そういう連携調整をすることをこう努力義務にですね挙げられたというのは、それが改正のポイントだということで今説明を受けましたがですね、そこのところ、市の対応、今後ですね、そういうコーディネーターを設置されるのか、まあ県民でもいいと思うわけでございます。いつもそれがあるものじゃないですからですね、そういうところの対応対策はどうなのかお尋ねをしたいと思います。小松市長。おはようございます。まあ、この医療的ケア児の問題は私も非常に関心を持っております。聞いたところでは全国で大体1万7000人の医療的ケア児がいると。武雄市ではまあ先ほど部長からありましたけれども、まあ数名いるかどうかという、まあ、そういう規模だというふうに、認識をしております。実際市内の小学校では医療的ケア児が、おられましてですね、でその方に対する支援を、現在、まあ、国の補助金を使って、やっているところであります1名なんですけれどもですね、まあ、それを考えますとやはりこの問題というのは、私はこう個別の特定のお子さんがいらっしゃって、そしてじゃあそのお子さんに対して、まあ、どういうニーズがあってどういうふうにするのかという個別の対応というのが非常に大事になってくるというふうに思っております。そういう意味でですね、私たちとしては個別に保育園なり市役所なり相談を、いただいた場合に、ではその子に対してそれぞれどういう立場で、どういう支援ができるんだろうかというのを、そこをまずこうしっかりと関係機関で協議を、する必要があると思うんですよね。そういう点から相談を受けたときにはしっかりと保育施設であったり、まあ、行政もそうですし、その他関係機関がしっかりと協議を、していくという、そういう場をですね、まずしっかりと設けると、そして個別に、この子にとって一番いいのは何だろうかということを考えていくと、そういうふうな形で、とにかく、この問題非常に重要ですので、しっかりと、対応してまいりたいと考えております。議長、15番。15番政党議員。はい、どうも前向きの答弁ありがとうございます。まあ、そういうことでですね、ぜひ保護者の方が相談をできるようなですねシステム作り、本当はこう連携をしないと、今市長が申された通りですね、連携が必要です。それでは本当にお子さんいろいろいらっしゃいますので、この医療的ケアもいろんな種類があります。そういうことでですね、ぜひその対策をお願いしたいと思います。ということでですね、そういう、まあ、システム作りはできたものの、受け入れをしていただく、まあ、今学校の方の小学校の方のことを市長は説明されましたけれども、まず保育園、それは保育園が終わると小学校、そして中学校とこう上がっていかれるわけですが、まずはこの受け入れをしていただくためにはですね、保育園の受け入れがないと前に進まないわけでございます。まあ、保育園もですね、近年
県の指導とかそういうのところからですね、看護師の方を採用されている保育園も、まあ、たくさんあると思います。障害者保育もですねやっていただいておる、また病後児とか病児教育保育も来年度からですね取り組んでいただくところもあります。まあそういうわけでございますが、この医療児のケア、医療が必要なケア児ですね、これは医療がそこに入ってくるわけですね。医療行為をその保育園でせないかんということで、それでまずその保育園に看護師さんがいらっしゃるかいらっしゃらないか、まあ専門的にはなってきます。そういう看護師さんがいるのか、まあもしいないとそういう方を雇ったり研修を受けたりして技術を習得されないか、またそういう場所を提供ですね、なんかそういうするときやっぱり人目の前ではできませんのでですね、部屋をか作ってそこでそういうこういうっていうですかケアを行うとかですね、そういう施設整備も必要になってくるわけでございます。そういう整備に対してはですね非常に保育園としてもですね、経費がかかってくるわけでございます。そういうことをこう鑑みましてですね、今保育園の現状といいましょうか状況はどうなのか、お尋ねをしたいと思います。松尾子ども教育部長。はい、保育園の現状でありますけれども、現在市内の保育施設20施設ありますけれども、そのうち14施設で看護師の方の採用をされておりますけれども、保育士としての業務に当たっているケースがほとんどということのようです。専任の、まあ、看護師は少なく、その確保についても苦慮されているというふうな状況であります。また、看護師さんで専任で配置をされている保育施設においても、その施設の園児すべての体調管理の把握、保健指導、怪我や発熱時の対応、保健頼りの作成等の業務を置く、対象児童を受け入れるための体制、そして、施設の整備はまだできていないと。いうふうな状況となっております。はい、議長15番生徒議員。はい、はい、そうですね、まあ、そういう状況だろうと私も想像はするわけでございますが、本当に大変だと思います。保育園の方はですね、まず先ほど申した市の取り組みとしてですね、コーディネーターの配置、それからですねやっぱり相談に来られた、じゃあどこの保育園に行ってもらおうかとかですね、いろいろこうそういうふうな連携を取る保育園、また、まあ、看護師さん、そういう方のこう設置に向けてですね、まあ、市内でもですね保育園全体集まっていただいてですね、市内の保育園の方が会議等もあっていると思います。そういうの中でですね、市として、そういうことができる医療的ケアを受け入れができるような体制づくりをですね、保育園の方たちにもですねこう機会あるごとに、お願いをしてですね、受け入れ体制も整備をしておかないと、相談されたらちょっと待ってください、もう2年も3年も待ってからやっとこう受け入れができたじゃ困るわけですね。だからその受け入れをですね、すぐでもこう受け入れられるように、まあ、本当に市長さん申された通り、いろんな個人のですね、種類そういうケアがいろいろあってですね大変かと思いますけども、まずは場所の提供とかですね、そういうまあ、看護師も対応できるようなことをですねお願いする、まあ、それに対してですねやはり今申した通り、先ほど申した通り費用がかかるわけですね。その費用、こういうその補助金体制はですね、国権の補助とかいろいろあるかも分かりませんけど、その辺の対応といいましょうか、補助金の状況はどうなんでしょうか、お尋ねをしたいと思います。松尾子ども教育部長。まあ、障害児の方を受け入れた場合の、まあ、補助制度、についてということになりますけれども、現在の制度においては一般的に障害児を受け入れた場合の保育施設に対する、補助制度としては、まず保育施設において、必要な施設の改修を行う場合については国県の補助制度があります。
また保育施設において障害児の方の受け入れに際して保育士あるいは看護師の方を加配した場合、まあ、そういった場合には事業費に対する補助制度あるいは保育給付費の加算措置等の助成制度があります。で、まあ、今回の制度改正に伴う新たな、まあ、助成措置等につきましては、まあ、先進地あるいは現在全国で23の自治体でモデル事業が実施されている自治体ありますので、そういった自治体を参考に今後、まあ、研究をしていきたいというふうに思っております。議長15番。15番、政党議員。はい、まあ、本当に今答弁いただいた通りですね、国権とかですね、そういう補助金等の、まあ、上乗せとかですね、そういうところもですね、ぜひ要望を根気強くですね、国権にしていただきたいというふうにお願いをしておきます。それでは次の質問に移りたいと思います。はい、次は刺繍疾患についてですね、疾患検診についてでございます。このことはですね、まあ、国の健康増進の基本方針や、まあ、県の条例でですね、歯や口腔の健康増進また8020運動の推進が謳われておるわけでございます。これはもう皆さんご存知の通りであるわけでございますが、まあ、歯の健康はですね、食べ物を噛むほかや食事や会話を楽しむなど生活の質の確保をするための基礎となる重要な要素であると言われております。健康増進法にもですね、歯周疾患検診の実施が規定されており、まして武雄市では今その歯周疾患検診はどのような状況なのかお尋ねをしたいと思います。岩瀬福祉部長。おはようございます。今議員がご質問の武雄市の検診の状況ですけど、口の健康は全身の健康と大きく関わり、子どもから大人までの健康を左右する大切な臓器の一つと捉えております。健康課では現在、成人対象としては妊婦歯科検診を平成25年度から実施しております。内容としては妊娠中はホルモンバランスや体調の変化等で歯周病にかかりやすいために行っております。検診とブラッシング指導であり、平成28年度については26人の方が受診していらっしゃいます。また9月の集団検診の受診者への聞き取りの結果、定期的に歯科検診を受けているという回答した人が約4割、60歳以上では約半数の方がですね、定期的に受診をしているということですが、50歳代以下ではですね、約3割と非常に少なくなっております。合わせて現在佐賀県がですね、平成28年度よりムツゴロウ検診ということで65歳の歯科特区を紹介し受診していただいております。はい、議長。15番、政党議員。妊婦検診の折とかですね、あとは各個人で、まあ、歯医者さんの方に行って、歯周検診を行っているということで、まあ、それはもう個人負担になっているわけでございます。そういうことをですね、まあ、よその自治体もうほとんど佐賀県もちょっとこの前資料を出していただきましたけれども、まあ、鹿島市武雄市さん以外は全てこうやっておられるようでございまして、この歯周検診疾患歯周疾患のですね、検診についてですね、武雄市でも取り組みの考えはないのか、今後どうされるのかお尋ねをしたいと思います。岩瀬福祉部長。議員ご指摘のとおり、他の市町はかなり進んでおりまして、武雄市は若干、歯科検診については遅れを取りましたので、来年度からは、確実に取り組んでいきたいというふうに思っております。はい、議長15番。15番、政党議員。はい、まあ、来年度から取り組むようになっているということではございます。本当に
がん検診のがん治療の始まりは歯科検診からというようにですね、今大事なところでございまして、ぜひこの歯科検診、多くの方がですね、受診検診に受けられるようにですね、そういうシステム作り、をですね、していただいて、8020の推進ができますようにですね、執行も取り組んでいただきたいというふうにお願いを出しておきます。次に移ります。はい、次にお年寄りの生きがい作りについてでございます。これは今現在ですね、武雄市の人口、29年11月現在ですね、それで 49,332 人、それの中に65歳以上の方がですね 14,521 人と聞きました。まあ、高齢化率が 29% ということでですね、約3年に1人がもう高齢化って言いましょうか、65歳以上、そのうちの1人は私もその1人でございます。まあ、そういうことでですね、非常に高齢者の方が、増えてきておられるわけでございます。それでまあ本当に老人の方ですね、まあ、今自分の健康意識も強くですね、いろんなこうスポーツ、まあ、いろんなボランティア活動、また一昨日だったですか、そういう区役ですね、そういうところにも参加をしていただいてですね、本当に活発に活動をしていただいておるわけでございます。その一方でですね、なんでこういう現象が起きるかというと、やはり家庭のですね、やっぱり就労の変化、また各家族化とかになってですね、やはりこういう老人単独で住まわれる世帯が増えてきたというふうになる、言うんですかね、独居老人って、まあ言葉はちょっとあれですけども、高齢者の方が一人で住むとか、まあ本当に高齢者夫婦だけの家庭とかですね、やはり子供へのこう依存心の低下といいますかね、子どもにも頼らないで自分で自立して生活していく、そういう高齢者が今増えてきておられます。やはりそういうことはですね、やはり自分の健康な体をこう維持してですね、それで日常生活を自分の力でですね、暮らし続ける力、当然ですけども生涯現役をですね続けていくように、頑張っておられるわけでございます。そういうことからですね、市としてもですね、このお年寄りの暮らしやいろんな活動に対してですね、お手伝いをできる失礼しました、サポートをですね、考えてい いかなくてはならないと思います。地域を見ましてもですね、健康づくり、生きがいづくりとしてですね、ゲートボール、またグランドゴルフ、をされております。午前中はですね、地域の公園広場を使ってですね、盛んに練習や試合を行っておられます。私も朝ちょっとお年寄りさんに用事があるときはもう公園に行けば会うがいっていうようなことでですね、行けば間違いなくそこにおられます。まあ、そういうことでですね、一生懸命、健康づくり、に勤しんでおられるわけでございますが、ただ市長不満を言われるのがですね、やはりそういう広場でトイレがですね、使いにくいと、広場にこう長い設置をしてあるわけでございますが、そこの中のトイレがですね、どうしてもまだ和式だったりちょっと狭いとかですね、そういうことで昔出けたトイレで、なかなか洋式ではないということで使いづらいということですね、そういうことで要望をされております。まあ、そういうことで今までもですね、このトイレについてはいろいろ地区で、計画をされてですね、進めようとされてもですね、そういう資金の面でですね、途中で頓挫されたとか、そういうことも聞いております。そこでですね、今回そういうお年寄りの生きがい作りといいますかね、そういうの作りのところでですよ、そのサポート事業として今補助金等もある、そういうのに対して補助金があるわけでございますが、それにまた上乗せをできるようなですね、そういう新たな補助金制度ですね、こういうことをですね、何度かこう創設していただきたいなというようなところのお願いがまず一つでございます。それからですね、
あと一つが、書いておりましたけれども、社協の支援等で行われている、まあ、生き生きサロン、生きがい作り生き生きサロンですかね、こういうような活動もされております、これはですね、部屋の中で、まあもう小さい部屋でいいわけですが、そこにはエアコンがついていないとかですね、なかなか襖が破れたり障子が破れたりしてるとかですね、いろいろ言われてですね、夏は暑く、冬は寒いということで、もうあそこの部屋で去るもんやというようなですね、状況もあります、まあ、そういうところでですね、このエアコンを設置する経費とか、まあ障子襖の張り替えはできないかも分かりませんけど、まあ、そのサロンで料理講習なんかをしたときには、その食材の購入とかですね、その生き生きサロンという昔の始まりは、独居老人の方をですね、こちらに引っ張り出そうというようなことで始まったわけでございますが、まあ、今はですね、まあ、高齢者の方は誰でも集まってください、外出しておりますからということで、されております。まあ、そういうところの経費、また今、グランドゴルフやゲートボール、またニュースポーツ、このいろんなスポーツが、まあ、あります、スカットボールとかですね、いろいろこうあります。そしてまたゲームもね、今いろいろ開発されております。それから市の方でもですね、いろいろ予防教室、介護予防教室で達者化教室とか、また頭の体操教室、生き生き白菜体操とか、いろんなこう取り組んではいただいておりますね、しかし、そこは町の公民館とか、そういうどっかに自分たちが行ってやっと受けるとかですね、まあ道具等もですね、公民館に1セットしかないとかですよ、そういうことでですね、地区で、まあ、なんか、まあ、言語は主かとかですよ、今日アメフタ県これは主語かとか言うても、そこに借りに行かないか、それでまた戻さないかということで、非常にやりづらい。せっかく集まっても、もうそれ会話行かんばき、政治しとこうっていうふうになるということでございます。それでまたグランドゴルフとかですね、ゲートボール、この道具も地域でするときには道具がないとか、まあ新しい方がちょっと出てこんねえって誘っても、俺道具は持たんもんとかですね、そういう言われる方もいらっしゃるそうです。そういうことで地域でいろんなこうお年寄り様々と思うわけですね、必要な道具とか施設とか、そういうところでですね、それに対してですね、なんか援助できるシステムがないかなということでですね、考えたわけでございます。先ほどのもうトイレもしかりですが、こういう地域のお年寄りの方がですね、生きがい作りとしてそういう活動の場をもっとこう整備していけるような、まあちょっと名付けて武雄市生きがい作り交付金みたいなですね、そういう交付金システムっていうんですか、そういうのをですね考えてもらったら非常にいいなという、ちょっとこちらの老人の方、そういう老人会の方にですね話したら、あ、そらよかばいって言われておりました。まあそういうことでですね、もう何にでもこうそういうなのに使えるようなですね、まあこれはもう市長が認めたものに限るというようなことになってはくると思いますがですね、そういうふうに地域でいろんな行事とか設備整備の設備等にですね使えるのような交付金、これを創設していただきたいということで今回質問を挙げたわけですが、答弁をお願いしたいと思います。古賀企画部長。おはようございます。まず議員ご質問のまず1点目の各市等にもございますコミュニティの公園のトイレの改修でございます。この補助等につきましては、まあ、今回に限らずですね、過去にも何度かご要望等とかですね、ご相談があったという実績が実際ございます。しかし、制度と若干変更させていただいておりますけれども、なかなか折り合いがつかないといいますか、というところで、地元の方、断念されていたというような実情もこれまでございました。まあ、しかしながら、まあ、各コミュニティにございますトイレの改修等につきましては、今回、議員の方からも質問がありますように、まあ、市民の方のニーズとしては非常に高いものではないかというふうに考えておるところでございます。
現在、これに見合います補助金といたしまして、コミュニティ広場設置補助金というものがございますが、先ほどありましたトイレの改修等につきましては、ちょっとニーズのあった形でできるか、制度の見直しについて考えていきたいと考えております。小松市長。トイレの様式化については部長が、答弁をした通りですけれども、はい、確かにこのお年寄りの生きがい、この生きがい作りは、お年寄りの高齢者の皆さんの元気にもつながって、それが地域の元気にもつながると思っております。まあ、生きがいはいろいろあると思います。サロンでの活動とかですね、健康づくりもそうですし、グランドゴルフもそうですし、あとは、いろいろ勉強するとか、さまざまな生きがいがあると思っております。そういう意味でそういった生きがい作りを、しっかりと我々として支援できるような、柔軟に支援できるような、制度というのをぜひ、我々として考えていきたいというふうに、思っております。そして、この生きがい作りも含めてですね、今回の議会でもいろいろ、地域を元気にする、あとは、高齢者を元気にする、いわばこう高齢者の元気が町の元気につながるというような、ご質問ご意見、等もたくさん、いただいております。まさに、地域振興、地域づくりであったり、地域振興であったり、そういうものも含めた、高齢者福祉というところが、今まさに求められているというふうに感じております。そこでぜひですね、この高齢者福祉、ここは、私は来年度の最重要事業というふうに、位置づけをして、そして私としては、新年度に、この部分に、私としては3億円程度、予算を準備したいというふうに、考えております。言葉を変えれば、敬老3億円パッケージのようなことになるかもしれませんけれども、これによってですね、ぜひ、高齢者福祉をさらに前に進めて、そして、地域の、元気を、武雄市のそれぞれの地域の元気を、さらに作っていきたい、そして、元気な町につなげていきたい、そのように考えております。市長、政党議員。はい、市長、本当に前向きな答弁ありがとうございます。次年度から、高齢者福祉を一丁目一番地で取り組んでいただくという力強い答弁をいただきました。ありがとうございました。武雄市のですね、未来を託す子どもたち、その子どもたちを育てていただく現役世代の方たち、そして生きがいを持つ生涯現役で活動していただく高齢者の方、すべての市民がですね、輝く武雄市を目指して舵取りを市長にお願いし、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございました。以上で15番政党議員の質問を終了させていただきます。ここでモニター準備のため10分程度休憩をいたします。